侍行ってる期間でいろいろ聞いて、まあそれをちょっと、まあ、こっちのキャンプでやってみてっていう。侍ジャパンで2打点2盗塁の活躍、周東選手が宮崎キャンプに合流。甲斐の投手に笑顔で迎え入れられますが、すでに戦いは始まってましたよ。いきなりあっち向いてほいで勝負。スローで見てみると、勝ったのは甲斐の投手。そして別メニュー調整中だった栗原選手も全体練習に復帰。まだまだ熱いホークスキャンプ、この後たっぷりとお届けします。昨日ベスト電気スタジアムで3年ぶりに観客を入れて開かれたアビスパ福岡のファン感謝デー。1000人を超すサポーターが会場に駆けつけました。憧れの選手とピッチに座って直接トークしたり、小学生は1日記者として長谷部監督に直接インタビューしました。あと何年アビスパの監督をしてくれますか？できるだけやりたいです。成績を出し続けないとやれません。頑張ります。来シーズン3年目となる J1 の舞台で戦うアビスパ福岡、サポーターとともにさらなる高みを目指します。こんばんは。いやー、 J1 残留を決めた選手にね、ねぎらいの言葉をかけるというね、もうこの距離感いいですよね。すごく近くてですね、やっぱり観客ありがいいですよね、ファン感謝ではね。はい、さあ続いてはですね、春の高校バレーですね、福岡県大会の決勝の話題です。代表校決まりました。男子決勝は大会11連覇中の王者東福岡と、16年ぶりの全国出場を狙う九州産業が対戦。試合は東福岡の身長199センチのエース川野志道が強烈なスパイクを決めると、さらに高さを生かしたブロックで得点を奪う活躍で東福岡がストレート勝ち、12年連続の全国大会出場を決めました。春高の本戦に向けて、まあ、一安心した感じです。本戦ではしっかり日本一を取ります。応援お願いします。一方女子決勝は福岡大城東と福岡女学院が対戦。4年ぶりの全国出場を狙う福岡大城東は V リーグ内定選手木戸ひなキャプテンが鉄壁の守備を見せると、エース袴田優香のパワフルなスパイクが炸裂。セットカウント3対1で勝利した福岡大城東が全国への切符をつかみました。優勝できたのは、まあ、私たちの力だけじゃなくて、先輩たちがこの城東高校を築き上げてきて今があるので、やっぱり福岡県みんなの思いを背負って日本一を目指して頑張っていきたいと思います。いやもうね、福岡レベル高いですからね、ぜひともね頂点目指して頑張ってほしいと思いますね。春の高校バレー全国大会は来年1月4日から東京体育館で開催されます。さあ続いてはですね、ホークスの秋季キャンプの話題いきましょう。侍ジャパンから帰ってきましたこのね、周東選手がキャンプに合流ですよ。第3クールに入ってもまだまだにぎわいを見せる秋季キャンプ、ファンのお目当ては10日まで侍ジャパンでプレーしていて、おととい宮崎に合流した周東右京。強化試合から中1日で駆けつけたタイトなスケジュールでしたが、その疲れを感じさせないスピードを披露。また一流の選手と共にプレーし感じたことがあったようで、バッティング練習では長谷川コーチ指導のもとレベルアップを目指していました。バッティングですね、一番、はい、そこやんなきゃいけないなと、はい、思ってます。侍行ってる期間でいろいろ聞いて、まあ、それをちょっと、まあ、こっちのキャンプでやってみてっていう試したりはしていこうかなと思います。そしてキャンプ途中から左太ももの張りで別メニュー調整だった栗原もこの週末から全体練習に参加しました。来シーズンはサードでレギュラー取りを狙う栗原、目標は1年間グラウンドに立ち続けることです。はい、時折笑顔を見せながら軽快な守備、不安はなさそうです。さらに来シーズンの新入団選手も見学に。ホークスからドラフト2位で指名を受けた福岡出身のピッチャー大津亮介が宮崎キャンプを訪問。大津はブルペンを中心に練習を見学しました。一軍で活躍する先輩たちのピッチングを食い入るように見つめていましたよ。いやもうワクワクしてるでしょうね。
さあ続いてはですね、先ほど発表されました守備のベストナインに贈られるゴールデングラブ賞ですね。ホークスから今シーズン選ばれたのはこの人たち。パリーグのキャッチャー部門ではホークスの甲斐拓也が6年連続6回目の受賞です。甲斐は今シーズン130試合に出場、自慢の肩の強さは今年も健在でした。おなじみの甲斐キャノンで盗塁を仕掛けたランナーを刺してアウトに。強肩で何度もピンチを救いました。そして一塁手部門では中村晃が3年連続3回目の受賞。守備率はリーグトップの9割9分6厘。安定感のある守りが評価されました。いや、お二方ともおめでとうございます。よかったですね。もう守備の名手ですからね。そしてそしてもう出ておりますけどもね、なんとそのキャッチャーつながりではありますけども、ホークスがですね、 DeNA から国内フリーエージェント権を行使しました。キャッチャーのですね、これ峰井宏樹選手を獲得することが決定的となったことが分かりました。これでね、あの東山投手ともね、あの高校大学のこの先輩後輩の関係、一学年後輩ですね、バッテリーを組んだこともあるということで、成功者争いも注目です。